はい、ムヒハトさん、やりますよ。おはようございます。おはようございます。もう蚊に刺されまくってよ。ちょっと今日気温落ちてきたら蚊が出てきましたね、最近ね。そうそうそう、雨降った後はやばいよな、あとな、うん、でね、はい、ムヒハタを置いといて、はい、デイ、まあ、まだ2やねんけど、もうこちゃこちゃですけど、まあ、さっきのね、この間の動画見てもらって分かると思うんですけど、それの続きということで、はい、じいちゃん、なんとドライバーを所持しております。ただ、はい、あろうといえば爆笑やったんが、なんかドライバー、こっちじゃないわとか言って、もう一本出てきたのがめちゃくちゃいいドライバーっていう。いや、もちろんこっちもね、いいドライバーなんですけど、いや、もうちょっとね、これはリアルな感想を言うと、はい、絶対的にもう10年以上前とか、古いドライバーは、うん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 、ヘッドが小ぶりやから、ちょっと難しいんですよ。完成モーメントも弱いって言いますよね。弱い弱い。だからやっぱり、グローレの方がいいですって、どっち言うから。優しいのはね。グローレってそもそも優しい向けのクラブだから、そう、テーラーメイドさんで、ね、はい、出してるやつやねんけど、やのに、僕はこっちだっつって、渋い方を手に取られて、クロート向けの絶対こっちの方にしとき。こっちの方がいいですか。はい。ちょっと強制的に前回、まさか日本も取ったかな、前回。いや、なんか今回新しく、あ、クラブ、あ、きっとお父ちゃんが入れてくれたんや、なんですかね。倉庫の奥に眠ってたんで、きっと GT ゴルフ始めたんだなと。そっかそっかそっか、はい、じゃあ、いや、そっちで行こう、 GT ね。これで行きましょう。絶対的に優しいわ、その方が。で、GT ちゃんに前回私がそのまあお伝えをした、はい、ドライバーのポイントって、まあ縦の距離がまずアイアンと違って、拳何個言うた、2個です。そう、すごいです、そう、2個。で、ボール位置が、まあ、左足の内側ぐらい。なんで、まあ、アイアンより全然左側にずれるよっていう話をしてたんですよね。はい、で、あとは、捻転って言って、まあ、アイアンよりかは、ドライバーはしっかり体のひねりを入れてってあげましょうっていうところをやったんですけど、うんうん、多分ね、前回は GT でちょっとコックを意識しすぎて、私、アウト、ちょっとシャット側にこう当たってるなっていうのを、なんとなくこう思いながらね、終わってたんで、うん、まあ、ただ、あの日にね、言うほどね、結構あの日、詰め詰めやったから、そこは修正してなかったんで、もうジジ打ちたくてしょうがない。文字文字し始めた。文字文字し始めた。ジジまずね、じゃあ今日のポイント言うと、まあ前回のところをまあ意識しつつ、はい、さっきアイアンね、まあこの間の動画になると思うんですけど、はい、さっきアイアンで私がお伝えをした膝の角度を保ったまま、そうです。で、一応私もうレールすでに置いちゃってるんやけど、アイアン同様をちゃんとインサイド側に上げていこうっていう。OK。はい。それをちょっとね、今日新しい課題というか、ちょっと確認ポイントということで。はい、なんでね、アイアンと同じ動きをしてもらいます、ほぼ。はい。うん。かっこええやん。いいよ。打っていいんですか？いいよ。何の表情、今の。確認ってやる感じ。ミステリアスすぎて、もやべ。あ、いい。ちょっとでかいですね、これ。さっきと比べるとね、ピッチングだったもんね、さっきね。でかい方が面積広いから。あ、なるほど。はい、もう一発行こうか。もう一発行ってからちょっとね、修正していこう。はい。うん、お、そこそこです。うんうんうん。はい。で、まあ今、2球しかまあ打ってないんですけど、はい、まあ、私的にちょっと気になるなって思うのが、GD ね、そもそもドライバーに対しても苦手意識をお持ちなんですよ。うんうん、確かに持ってるかも。やっぱ、打ちにどうしてもね、当てたい気持ちが強すぎて、GD の今の動きって、ドン、こうやって頭が下がっちゃうのよ。上げたラインに対して、グッてこうやって自分からボールに打ちに行ってしまう。で、なんかこう、いいイメージってすごい大事やから、初心者の人とかね、お家でやってあげるといいのが、くの字をこう綺麗に前傾保つやん。で、手ダラーンってしてもらって、この状態のまま姿勢変えんと、なんかこうさ、地球儀の周りをなんかこう回ってるなんか丸いやつあるやん。なんていうのあれ、地球の周りか。なんか地球儀ですか。あ、地球儀か、はい。なんて言えばいいんやろ。違うよ。なんか、ちょっと待って。あ、わかった。理科室で見るようなやつですよ。あ、そう。なんか周りになんかあるやん。あ、2個あって、逆に、うん。そっちが軸になってるみたいな。そうそうそう。わかる、それ言いたいね。ちょっと画像出してきますね。俺もちょっとわかんない。うん、なんか、こう、地球な私。はい。その周りを、こう、腕がぐるぐるぐるっとこう回ってるような感じよ。あ、それは、水金地下木土天界のその惑星が回ってるってことですか？それなのかな？それかな？それかな？なんかちょっと黄土色みたいなやつ。あ、なるほど。土星とか火星のことかな、それ。なんか、そういうのがさ、こう、スイングってさ、うんうん、こう、スイングプレーンって多分知ってる人はわかると思うんですけど、はい、基本こう自分の上をこの円描くような感じですよ。うんうんうん、なんで GD やと今ドーンってこうやって頭が下がっちゃってるんで、ちょっとね、綺麗なスイングプレーンを描けない、うん。ちょっとこれ分かりづらいと思うんやけど、まあなんで初心者の人がね、こうドライバーの動きね、分からん人はもう手ダラーンとした状態で、はい、もうこのまま力あんま入れんと、ただ自分の体の上をこうプラプラ
からクラブ来るだけっていう、はい、よいしょ。もちろんさっき私が言ったインサイド軌道とか、うん、そういうレールはもちろん意識しながら上げたラインに落とすだけを。ここにクラブを持ってくるとどうしてもこう外に落ちたりとか指がどうしても出てしまうから、割と初心者期間中にどれがちょっと嫌いかもって思ったら、もう最初のこの GD の苦手なインサイド軌道ね、はい、ここの軌道さえちゃんとレールにこう乗せてあげて、まずそこのまま落としてあげるっていう、うん、なんかこういうこのくの字を保ったのはただただこういうね往復のスイングプレーの練習をしてあげると綺麗だっていう、いかにこう頭を動かさんかっていう、これは結局力んでくるとだんだんこうやって頭がガンガン動いてきたりするので、うんうんうん、まあまあ割と手っ取り早く綺麗この感じですよ。この感じです。そう。ただまあ簡単に考えるのはね、いくらでもできるけど、そのやっぱり視線を保ったまま、ただただクラブが自分の周りを走ってるんやでっていうと、アドレスの状態に戻ってくるやん絶対。うんうん、なんかここに力みとか入るから、こうやってドーンと落ちたり、もう自分の体でクラブ釣られてるって思ったら、もうそのまま姿勢保ったままこの動きでいくっていう。あ、そう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 。だから素振りが結構大事。うん。はい、そのイメージいこう。もうほんま力感なんか最初軽くていいから、はい、なるべくこう頭動かさんと、くの字を保ったまま打つだけ。はい。はい。めちゃ綺麗。めちゃ綺麗。めちゃ綺麗やけど、なんでボールが低かったかなっていうと、GD テイクバック。お、素晴らしい。ちょっとアウトサイドに上がったよね、今こっち、アウトサイド。あ、そうですね。そう、ちゃんとインサイド側っていう。これ分かるだけすごいわ。そう、上手。めちゃいい感じ、いい感じ、うんうん、これ多分ね、当たる流れ来てるよ、うん、確かに来てます、いい感じ、いい感じ。なんかここで、なんでが振ってんやろとか思うと、うんうん、余計な多分力が入るんで、も同じ動きでちょっと打ち続けてみよう、はい、うん、いいよ、めっちゃ綺麗、全然気にせず。気になっちゃう、なっちゃうよな、だからもうこれほんま性格うん、うん、気をつけるのは軌道だけや。いいやんか、ナイスショー。いいね。その感じ、その感じ。GD 打ってて、こうまだ苦手意識みたいなのってある？いや、なんか長いから、やっぱりなんか、うん、手前にバウンドします。あ、まあ、セットアップのね、位置とかね、ちょっと GD にね、教えてってあげたいなと。うんうんうん、コック入れて、このこっち側に回すのもいいです。そう、当てるよ。こうやってはダメなんですよね。あ、でもね、まあ、開いてもいいわ。自分がね、一番ほんまはね、理論に沿って教えてあげるのがいいんやけど、何言っても感覚が大事やから、はい、GD 持ってきやすい方ってどっちなん？インサイドに、うん、コックはそっち？開く方、はい、オッケーオッケー。じゃあもう開きながらで最初打っていいよ。まあでも当たったらめっちゃ飛びそうやったな、今な。今良かったですね。いいよいいよ。GD が最初ちょっと打ちやすい方でやっていってみ。ちなみに西畑さんは若干開き目に上げるタイプですか、それともちょっと閉じながら？閉じてると思うな。閉じながら、ただ開きたいもうちょっと、うん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 、っていうのもあるし、なんかただ体の使い方やなと思う。実際なんか私みたいに上にこうグッてこう使える人なんかは割とクローズでもええんかなって思うし、なんかちょっと説明難しいけど、感覚じゃないテイクバックって。まあちょっと開く人もいるし、かぶる人もおるし、うんうんうん、オッケー、うまいやん、うんうん、ないしょ、オッケー、うまいやん、うん、ないしょ、力強いね、うん、でもほんまにレッスンでね、これ全然 GD のレッスンと関係ないけど大事にしてるのが、はい、うんうん、人の感覚って実際その人の感覚やから分かるわけないんですよ、うんうんうん、でも聞くようにはしてる。なんかその理解はしてあげられへんけど、自分がこっちの方が上げやすいっていうんやったら多分そっちの方が合ってるし、うんうんうん、なんかいい、自分がやりやすい方をちょっと優先しつつ、さすがにあかんところはあかんって、まあ、言えばいいかなっていう。不思議なんがさ、はい、GD こうやっていいですかっていう割に、うんうん、意外とそんなこうなってないんですよね、だから感覚なだけで、うんうん、ここがだから実際人とのやっぱ価値観っていうかね、なんかこう感覚のズレなんかなっていう。だから多分いいと思うんですよ、これで。ないしょ。なんかもう、そのうちほんま抜かされそうやわ、いろいろやばい、僕もちょっと GD 大体ね、
ね、これドライバー、はい、デイ2とはいえね、GT 多分ドライバーの球数って多分20発ぐらいしか打ってないと思うんですよ。前回の、そうやろ、前回の撮影ぐらいやろ。で、自主練は挫折して打たんかったらしいんですよ、はい、この間に。ドライバーは。短いので限界です。やろう、はい、それで多分全部で今20球目ぐらいで、うん、あのボールは伸びしろやな。150ヤードぐらい飛んでましたもんね、キャリーで。いいね。なんだ、うん、いいよ、気にしない。なんかでも振りやすそうだね、GD。多分な、振りやすいですね、はい、でも確かに西田さんのおっしゃる通り、ちょっと開いていいですかっていう割にはすごいスムーズに上がってて、うんうん、そうそう、全然開いてないですよね、うん、たださ、これめっちゃあのある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 っちゃあるあるやねんけど、うん、そのクローズじゃん、いいよ GD 言ってて、クローズをしながら上げた時って、はい、絶対コック入らないんですよ。うん、確かに。だからペロペロってこう開きながらっていくらでもコックって入るし、うんうん、それこそまあ、あかん、ちょっとね、こう大 ざっくりした教え方すぎるかもやけど、はい、クロスに悩んでるとかね、結構。めっちゃ飛んだ。ちょっと待って、180ぐらいいってるよ、今の。キャリーでな、はい、ラン入れて200も。え、いってますね。なんか、何言おうかも忘れてもうたよな。びっくりした。クロスか、クロスとかに悩んでる人も、はい、結局野球っぽい動きってこうやろ、うんうん、そうですね、右手が招き猫や、はい、だからもう開きながら上げたらもういくらでも後ろに落とせるから、うんうんうん、まあまあまあそういうのでも直してていいんちゃうかなとは思うし。なるほど。マミさん、はい、ちょっとやめてよ。もなんかあれやもん な、 なんか急に集中しだしたもんな。黙々とお前ら喋っとけばりの。なんかちょっと感覚良かったんで。良かった、はい、今のうちやと思ってんの、はい、でもちょっとダメになりました今ので。大丈夫大丈夫。まだだ。ああ、惜しい惜しい。多分ね、私思うにだんだんひねりがなくなってんやと思うね。このくの字保ったままこういう、そう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 。なるほど。なんか初心者期間で難しいのがああいうジャッジよね。だからね、うんうん、こうなんでさっき球出たのになんで今右なんやろうみたいな、なんかこうね言ってくれる人がいないとなかなかそこがね。そうですよね、うん、いやめっちゃ良かったけどな。いいのいいの。なんか確かに西畑さんのおっしゃる通り、例えば今ダフっちゃって、うん、なんでダフったんだろうですごい考えてしまうと次に行けなくなっちゃうじゃないですか。大変な。西田さんもうポンポン打っていいよって言ってくれるだけで、うん、あ、次でいいんだ次でいいんだってなりますからね。いや処理することはできるよもちろん、うん、ダフったのは今はこうやって手元が落ちてなんとかやって言えるけど、じゃあそれできるかって言ったら絶対無理やから。そうですね。そうやったらもうねバンバン打って覚えてこう。西田さんの中でやっぱこうある程度成功体験を積むためにたくさん打ちなさいって感じなんですかね、うん、そうやね。うん、オッケーオッケー。だから初心者期間って良くも悪くも忘れやすかったり覚えやすかったりみたいなところよ、うん、確かにそうですね、うん、だからこうミスをね恐れない方がええやろうなって思う。私はやっぱ一回だったらなんかミスイコール、まあ、そのスイングが間違えてるみたいな、うん、その考えになった時にゴルフがめちゃくちゃ下手くそやって、まあ、ある人にポンっていやいや正しいスイングができてるからいいボールってわけでもないと思うよみたいなことも言われた、うん、確かにっていう。だから自分が取り組まなあかん課題をやった時にできひん方が逆にいいんやみたいなね。今までと違う打ち方やから当然やんっていう、うんうん、そう割り切り大事ですよねほんまに。なるほど、うん、いいよ、うん、よいしょ。もう GD ドライバーちょっと好きになってきてるよあの顔。ちょっと飛んじゃって楽しんで、もうアイアンより多分もうドライバーに多分傾いてると思う、はい、彼は。確かに。もともとね彼パワーはあるんですけど。野球やってたん、ま、GD って。GD はテニスです。あ、テニスか。錦織さんか。錦織さんですね。うん、いいよいいよ。でここら辺で私がちょっと気になるところ直していきたい、うんうん、ある程度何球か打ってもうなんとなくこのさっき言った横の動きいけそうやな思った時に今日ちょっと GD 新しい課題、はい、アドレス取ってもらってはい、で同じようにインサイドに上げながらトップで止まってみよう。そう、そのイメージいいんやけどな。もう一回下ろして、もうちょいインサイドやわ。グー、はい、 OK でしょ。この時右膝大丈夫やな。で、今 GD ちゃんと高さこうやって出てんねんけど、はい、あんたいざ打つ言うた時大体もう腰ぐらいの位置で止まってるからね、そう、そう、そうなんです。そうしっかり上げていこう。横にインサイドに上げながらスー、
いいやんか、綺麗綺麗。ただなんでダフるんですかって言った時にこの前傾ジリ、だんだん前傾がこうやって崩れ る。これ多いよな、アマチュアの人の。やっぱり絶対こう長いクラブとかに遠心力でやっぱ引っ張られちゃうから、うん、グワーンって多分なっちゃう。だから軸がすごい大事よって、うん、よし、もう一回。おお、ちょっとちょっと、素晴らしい。いいな、なんか楽しいやろうな。この最初のタイミングって楽しいですよね。でもこういうの見ると励みになる、私も。なんかやっぱさっき、ね、さっきすごいほら新しいスイングやってさ、うんうん、曲がって挫折してたんやけど、まあこうやって私もやろうと思うね。まあ気にすんなみたいな。でも気にすんなってすごい大事ですよね。大事やと思う。お、落ちてます、落ちてます、はい、こういうので多分可愛いってなってる人おんやろうな。GD ファンの方。ああ、いいやんか。いや、まずまずよ、はい、全然 OK。 このスイングがこう打ちに行くときに最初にちょっと GD がこうハーフスイング気味に止まっちゃうっていうのは、うんうん、これやっぱ当てに行く気持ちが強いんですかね。いや、あると思う。ああ、やっぱ当てたいっていう、うん、あとはやっぱりそのアイアンは確かにあの GD にそんな上げんでええよ言ったと思うけど、こうヘッドの位置が一番高い位置よぐらいからこう落ちてくるのがアイアンはいいんやけど、ドライバーってやっぱ長い分しなり入るからだいたい平行ぐらい。そんなに、こんなにっていいのよ。だこれは多分アイアンのずっとアイアンやってるから GD はもうイメージはないねん。だからそういうことか。腕分けじゃあ高く上げたらええんやって感じやから、トップ位置高いねんけどなんかその浅く見えちゃう。なんかドライバーって割と高さ出して重さをこう任せてあげるじゃないけど、うん、ポンってこう寝させてあげるとクラブ曲げていいんですか。曲げていい曲げていい、そっか、そのしなりの分ってとこなのか。そうそう、それもあると思う。まあただ、ね、さっきどっちもやってんな。その明らかにもうそもそもの腕位置がもうちょっと低い、だいたい GD に前回ね伝えたのって左の肩、顎に当たるぐらい上げなさいよって言ってるはずなんで、うんうんうん、ちょっとそれ低かったからね。そう、ちょっと今アウトサイドやで、もうちょいインサイド。そう、かっこいい、いいね。だここの多分コックまでは、まあ、まだ私は必要ないかなって思うんですけど、まあ、全然打てるんやったらやってもらってぐらい。ここがね入るようになると今度しなりが分かってきたりね、うん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 、GD はただスポーツやってるから多分すぐやと思う。インサイドやで、もういいやんか、綺麗やで。いやでもね、ほんま多分スイングだけやったら今のがいっちゃん綺麗よ、間違いない。で、なんでじゃあ西畑さん右行くねんって言った時にさすがにあれはねエラーがあって、ジリーには今私一生こっちの動きしか教えてないんですよ。で、ドライバーは GD ちゃん、はい、一回ね素振りの位置で構えて、ここにボールあると思って、はい、ずれてずれて、はい、で、うんと、はい、上げます、もうちょいインサイドやで、上げて、はい、トップ来たやろ、でスローで下ろしてきてみ、ダダダダダダダ、ストップ、もっとここで止まってやろ。この時に GD ほんまは右手、あ、そうやん、あれ教えたっけ、これ教えました、教えたみたい、はい、切り返しみたいな、あ、そうそうそう、ローテーションね、はい、フェイスローテーションって言って、まあクラブがこうやって長くてしなりやすいってなってきた時に遅れてくるんですよ GD ちゃん、うん、ここでクラブがぐにゃってこういう曲がってくるからね、遅れてきてフェイスがすごい開いてる状態やから、開いて当たるのは正解よ。ただ当たったものを捕まえてあげるっていう動き、うん、だから今の動きは全然いいミスよ、うんうんうん、あの右はローテーションがないだけ。だからそれを今日ちょっと最後の課題でやろう。いいよ、ちょっとアウトサイドやな。あ、そうですか、うん、なんかこのかぶせる動作入れると、うん、手前でバウンドするような、そうやな、あとは視線もちょっと崩れてた。だからこれがね難しいね、うんうん、あれこれ考えると絶対効率が崩れてきたりとか、これのせいなんちゃうかって思ったりね。違うんですね、うん、違うんです、意外と。でも気にせず、はい、さっき言ったインサイド前傾保ったまま、もうちょいインサイドちゃうか、もっとですか、はい、そんぐらいっていいよ、いいやんか、いいやんか、いや、うまいうまい、いいよ、うん、まあいいですね、60点納得ぐらいな感じ。当たりは良かった、うん、音は、はい、いいなあ。あと2発か GD、2発これさ
GD 全然まあまあまあ今後でもいいんやけど、はい、GD ずっとなもうボール大好きでヘッドにボールがひっついてんのよこうやってアドレスにちょっと離しときなさい。あ、わかります。1センチぐらいもうひっつけてこんなスリスリしたらあかんわそら。そうそうそう、ちょっと離しといて。うまいわ、いやいいよいいよ。うまいわ、いやいいよいいよ。悔しそうやなラストですか。ラストです、はい、ちゃんと素振りしましょうね。イメージイメージ、インサイドと、はい、いいよ。めっちゃいい軌道やと思うけどな。なんかインサイドからしっかり入ってますね、はい、ええやん。よし、行ってみよう。行ってみましょう。めっちゃ飛んだわめっちゃ飛んだわ。フェイスだけな、フェイスターンだけ、はい。まあでもここはもう次の課題でいきたいなと思ってるんで、うんうん、シナリが生まれたからこその開きみたいなところなんですかね。そうですね、完全にこうしっかり体を今日ひねれるようになって、うんうん、自分の切り返しが早なるよ、こうやってひねることで、うん、でクラブは遅れてくるからここのタイムラグでシャフトがギュッてしなって初速がすごい上がるっていう感じを今 GD は、うん、だからまあそこにもうローテーションのタイミング、多分今ね GD ちょっと遅いんやと思うね返すのが。返すタイミング、うん、だからこれもあるあるやねんな、うん、だから結局ゴルフのインパクトって何秒なんやろな。1秒ないと思うね。いやないですよね、 0.1 秒とかそんな話ですよね。 0.1 の世界やん、はい、だからそこでやっぱり打った後、理論っぽく言うと打った後に返すのがもちろんやねんけど、うんうん、その打った後にその返すじゃねえ、かなりこう遅れちゃう人っていうのは多いから、私なんかも結局右足前でこう返すイメージが実際当たった後に返ってたとか、うんうん、なんかそういうズレはあるんでね、次ちょっとそういうところちょっと GD ちゃんね、はい、まあ、でも多分まあテニスのラケットで多分分かると思う、分かるのも大丈夫やろ、すぐ覚えてると思うんで。分かるよ、はい、どうぞ。ありがとうございます。GD 疲れたみたい大丈夫ですか。でも激変ですよね今日。ああそうだね、 GD ちゃん、はい、デイ、まあ、ドライバーね前回不発で終わってる感じですけど、はい、まあまあだいぶ上達して、これで GD 多分自主練頑張るんちゃうかな感覚良くなりますやろ。だからあれやで、好き嫌い言わんと練習 しなあかんわ。終わりました、うん、はい、ということで荒尾ちゃん、あの練習に付き添ってあげてください、はい、一緒に行きたいと思います、はい、お願いします。ということで今宵も最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。 GD がいつ100切りできるか、ね、皆さんコメントで投票しといてほしいわ何ヶ月、いやまた何年後100切り、そうですね、予想しといてください。もちろんまだコース出たことありませんから、まあ、そうやね、はい、でもちょっとほんまに今年ラウンドなんかね出したいなって思ってる。確かに僕なんか出るより一回 GD に出てもらった方がいいかもしれないですね絶対それはまたね。荒尾ちゃんはまあ全然荒尾ちゃんで、ね、面白いんやけど、 GD 初心者のラウンドレッスン的なね、いいですね、うん、感じでちょっとやりたいと思うんで、はい、まずは GD ね、服装からちょっと私がコーディネートしていきたいと思います、ね、お願いします、はい、チャンネル登録といいねとコメントどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。まだまた次の動画でバイバイ。ありがとうございました。バイバイ。いやちょっといい西畑マジックだったね。ん？あ、よかったよかった。ね、はい。当たるようになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。